被災地では停電や断水、道路の寸断から現地で避難生活を支援することが難しい状況が続いています。こうした中、今すぐできる支援は何か調べてみました。口いっぱいにうどんを頬張る男の子、被災地に束の間の笑顔が戻りました。石川県七尾市を支援しようと、親善都市の香川県丸亀市が昨日と今日の2日間に名物さぬきうどんの炊き出しを行ったのです。長い行列もできました。はい、どうぞ。お待たせ。はい、あったかいよ。災害の時にこういううどんとかいろいろな支援があっていいなって、ありがとうって思ってます。長引く避難生活を支えようと、今こうした支援の輪は広がっていますが、現地に行けない人はどのような支援ができるのでしょうか。地震発生以降、一日も診療を休まず続けている慶寿総合病院。下水管などに大きな被害が出たため、同時進行で復旧作業が続いています。長年にわたり能登地域を支え続けてきた慶寿総合病院でも、地震により建物に大きな亀裂や水漏れの被害が出ました。そんな中、支援の申し出は相次いだといいます。しかし、いろんな職種で疲れた、職員を休ませる、長続きさせるために休ませる。患者が増え続ける中、現在は外来だけでなく避難所での訪問診療も行っていて、支援の受付窓口を作ることはできなかったといいます。そこで利用したのが、インターネットで支援金を募るクラウドファンディング、レディーフォーでした。当初目標としていた1000万円はあっという間に達成し、現在では7500万円以上が集まっています。クラウドファンディングは支援が必要な人が直接すぐに手を挙げて、そこに素早く支援を届けられるという、そういう一つの社会インフラとして今成長しつつ、確立されつつあるのかなというふうに感じています。またクラウドファンディングでは応援メッセージも添えることができます。年齢、体力、遠距離により現地に伺ってお手伝いすることができません。多少なりともお役に立てれば幸いです。レディフォーでは現在、能登半島地震関連のプロジェクトが23件あり、合わせて1億7000万円の寄付がおよそ1万人から集まっています。一方、各自治体では被災した自治体の代わりにふるさと納税を通じた寄付を受け付ける代理寄付の取り組みも広がっています。ふるさとチョイスでは全国105の自治体で代理寄付が実施されています。代理寄付は受領書の発行や送付といった事務作業を被災していない自治体が代わりに行うため、被災した自治体に負担をかけずに支援することができると今注目を集めています。この他にも七尾市に拠点を置き、能登地方の名産品を扱う通販サイト能登スタイルストアは応援消費を呼びかけています。甚大な被害を受けた地元農家の商品などが重点的に販売されています。関心持って皆さんのできる限りのことをできる範囲で支えていただけたら、お気持ちを寄せていただけたらありがたいと思います。